こんにちは、ごまおです。本日はですね、999、こちらを100万円分一括投資してみたという動画をお送りしていきたいと思います。まあ、999って読むのか、トリプル Q って読むのか、まあ、ちょっと言う詳しいことはわかんないんですけど、まあ、999って読もうかな。ちょっとね、ゴマフアザラシキャラなんで、999って言った方が、まあ、可愛いかなと思って、じゃあ999って呼ぶことにしますね。この ETF、まあ、どんなものかっていうのを解説して、こんなの100万円分一括分でね、買っちゃった、やつの気持ちとか、まあ、今後どんな感じで運用していきたいとかね、話していければと思います。はい。で、この動画のコンセプトは、あなたのお金に関する不安を消したいというごまの思いを具現化しております。お金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。この動画を見るべき方はね、SP500 へのコツコツ投資はつまらんと思っている方、あとね、 GAFA などに、がっつり投資したいという方、まあ GAFA って言ってもね、最近 Facebook がメタっていう名前になっちゃったんで、我慢になっちゃうのかな、よくわかんないですけどね、まあ読み方、まあ今までずっと GAFA って言ってたからね、 GAFA とか言ってますけど、まあね、こういうところに、がっつり投資したい方、まあナスダックにね、ナスダック100に、採用されているのものにがっつり投資したい方ですね。で、個別株はリスク高いし管理が面倒だよなっていうふうに思っている方、でね、まあまあ ETF がいいかな、さらにね、こういうまあ、がっつり儲けられそうなところにね、投資したいみたいな方に、参考になると思います。この動画を作ってるごまおの属性です。30代の男で、専業主婦の妻がいて子供が2人いる、地方を転機した中小企業会社員ですね。2016年より投資開始して、イデコ人差を通じて、投資信託とか ETF 買ってます。あと仮想通貨もね、持ってて、金融資産保有額は3900万円ですね。はい。で、私はですね、ボーナス入ると一括投資するっていうスタンスを最近やってます。まあ、今年から始めたんですけど、2021年4月にはね、投資信託の SBIVTI っていうのが新設されたので、こちらは100万円一括投資したっていう動画をね、ちょこちょこ出してます。で、まあ、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、どんな感じになってるのかっていうのもね、毎月報告したりして話しているっていうシリーズの一環として、今回は999っていう ETF を買ってみたいと思ってます。っていうか買いました。はい。で、毎月の家計管理も安定しているので、まあ、ボーナスはもう丸ごとね、まあ、使い道がないので、まあ、それは投資へ、使っていこうというスタンスになってます。で、普段は S&P500 を中心にコツコツ積み立てをするっていうスタイルなんですよ。ね。まあ、投資信託ですよね、を使って SBI、VTI とかね、SBIVOO、AMAX スリムの S&P500 とかね、そういうのに、投資してます。で、ボーナスはややリスクを高めた運用をしたいなという欲望が出てきました。ね、で、毎日ドルをね、外貨積み立てで購入してます。SBI ネット銀行ですね。ここで、外貨積み立てっていう設定をすると、1ドルにつき2000っていう非常に、リーズナブルな手数料でドルを入手することができて、それを SBI 証券にね、移して、SBI 証券で、ETF を買うってことができますね。外貨でね、ドルで買うことができます。で、このドルがね、かなり溜まってきてて、まあ、100万円以上分ね、溜まってたんで、この余力があるので、これがっつり買っちゃおうかなと。で、最近のナスダックの勢いすごいですよね。これ便乗したいなと思ってます。まあ、ナスダックが強いというか、まあ、上位5社、10社ぐらいが非常に強いですよね。そのガーファーしかり、ガーファームか、マイクロソフトを加えたガーファームだったり、あとテスラとかですよね。もうやばいですよね、テスラなんかね。もうどんどん株かかっちゃってね。テスラ株持ってた人、本当おめでとうございますって感じですけど。はい。まあ、そんな感じで、そのね、波乗りしたいっていうね、思いもちょっとあるので、どうせ、余剰資金だしね、このボーナスに入るお金はね、まあ、実際にはボーナス12月に入るんですけど、まあ、ちょっと1ヶ月ほど早めに、すでにね、もうドルは溜まってたんで、もう買っちゃおうかなということで買います。で、この999の話をしますと、まあ、ETF ですね、の話なんですけども、これがどういうものかっていうと、ちょっとブルームバーグから、拝借してきましたけど、インベスコ999トラストシリーズ1っていう、正式名称ですね。これインベスコ999トラストシリーズ1。英語で書くとこれ。で、米国籍の ETF になりますね。
ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業を100社を含むナスダック100指数っていうこのインデックスですね。これに連動した投資成果を目指すということですね。で、指数はコンピューターハードウェア、ソフトウェア、通信、小売、卸売、貿易、バイオテクノロジーなどの主要業界の企業を反映しているということですね。ちょっとイメージ的にナスダックっていうと、もう、なんか コンピューター企業、ソフトウェア企業みたいな、IT 企業だけみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、それだけじゃなくて、普通にこの、ね、卸売とか貿易とかも入ってきているっていうことは、まあ、ちょっと覚えておいてほしいかなというふうに思います。ただ、このね、上位銘柄だけ見るともうほとんどがもう IT 企業ですね。この、まあ、皆さんご存知、アップルとか、マイクロソフトとか、アマゾンですね。ここら辺も入ってきてるし、で、テスラですね。このテスラも入ってきちゃってるんですよ。テスラね。まあ、みんな、今、テスラ投資したいですもんね。これが入ってきてます。で、アルファベットっていうのが、まあ、2つ出てくるんですけど、これは Google の子ですね。Google の、まあ、親会社っていうか、まあ、元締めの会社みたいな風に思っといてください。持ち株会社ですね。で、まあ、これ2つ合わせれば、まあ、8% ぐらいいくのかな。8% ぐらいいくの。実質3位ぐらいに入ってくるのが Google ですね。うん。で、あと NVIDIA とか、Facebook も入ってきてますね。Adobe ですね。皆さん、Photoshop とか使ってますかね。Adobe とかね。あと、Netflix。これもね、来ましたね。今、GAFA なんか言われてます。GAFA に言われる前に、あとファングとかいう読みにされた時には、Netflix も入ってましたね。うん。まあ、ここら辺の企業が入っていますと。ここら辺は、まあ、結構、まあ、有名な企業を丸ごと買えるみたいな感じですし、こいつらは、配当金はあんまり出さないけど、何しろ株価の上がり率がもう半端じゃない奴らばっかり集めてますと。もうイケイケの奴らばっかりです。まあ、その世界の中でも、ね、もう、こうトップに入るような、企業ばっかり集めてますんで、値上がり益は十分期待できるということですね。まあ、この IT の時代が終わらない限りはって感じですけど、まあ、僕的にはこの IT の時代が、これからも伸び続けると未来しかやっぱ想像できないので、うん、やっぱこれは買いかなと思って買ってしまいましたね。はい。で、さらに999の説明すると、株価を見てみましょうか。またブルームバーグさんから解釈しましたけど、過去5年のでチャート見てみると、もうとんでもないうなぎ登りしてますけど、まあ、ETF 一株の株価が、まあ、5年前は113ドルで買えたんですよね。それが今、もう、なんだ、380ドルになってますね、これね。うん。これ、とんでもなく上がってますね。いやー、ね、すごいな。このね、本当だって2年ぐらい前に買ってただけでも相当上がってると思うんですよ。まあ、この2年の伸びとかすごいですね。特に、このね、コロナショックの時とか買えてるやなとかね、いろいろありますけど、うん、いや、すごく伸びてる。うん、やばい。今年1年間だけでも結構やっぱり来てますよね。この伸びが。これの伸びがね、来年、再来年ってどんどん続いていくんじゃないかって、やっぱ期待させてしまいます。ちょっと興奮してます。はい。ということで、で、あとは、まあ、こういういろんなデータがあるんですが、そうですね、今の価格が、まあ、377ドルぐらいで、うん、1年リターンが 33% ですね、たっけ。年初来のリターンですね、これも 19% 高いということで、で、資産の総額ですね、これが、10億ドルだから100億1940億ドル。おーということで、20兆ぐらい。20兆ぐらいになるのかな。まあ、とんでもない額が入ってきております。この ETF 自体に20兆円というお金が投入されてきています。世界中からですね。うん、で、出来高が、これがまあドルのはずだよな。これが、100万ドルの、3500万ドル。3500万ドルですか。はい。35億ぐらい ?36 億ぐらいが毎日36億分ぐらいの
トリプル Q、999が取引されているっていうことになりますね。流動性も非常にあると。で、経費率はたったの 0.2% ということで、まあ、標準的な日本の投資信託の経費率、まあ、信託報酬率ですね、とあんまり変わんないぐらいの経費率で運用できるということですね。で、配当利回りに関しては少ないですので、0.4% しかもらえないということで、まあ、これは全然、まあ、別に配当金を当てにする ETF ではないので、まあ、ここら辺は問題ないと。で、あと、5年リターンも見れますね。27%。5年リターン。うん、すごいですね。これすごくないですか？うん、すごいんですよね。これがね。いやー、だって、うん、おかしいよね。うん、おかしいよ。こんなすごいの。うん、今後の5年もね、こうなってくれると嬉しいなと思いますね。で、さてさてさて。で、まあ、こういうパフォーマンスもありますよ。これは、ナスダック100のインデックスと、この999の、ね、まあ、この伸び率っていうのが、パフォーマンスがちゃんと一致してますよっていうのが、大体わかりますし、S&P500 のインデックスと比べて、この伸び率も異常に高いなっていうね。S&P500 だってすごいんですよ。これめちゃくちゃね、伸びてるのに、それに対して、このナスダック100、またあと999はね、すごいですね。すごい伸び。やっぱ米国の企業の恩恵を受けるには S&P500 はまず考えるんですよ。でもさらに、こいつらっていうか、999はもうそれをはるかに上回るパフォーマンスを出してますよっていうのがここで読み取りますね。いやー、すごいですね。いやー、素晴らしい。買いたくなる。ということで買いました。はい、で僕の999を購入した理由なんですけど、そういうね、ガファムとかテスラの成長率にはぜひ乗っかりたいっていうのが まず一つありますね。これからも世界を牽引していく企業が多いという印象。どれも伸びるとは思うんですけど、ただ個別株となるとリスク高いなっていうのは思います。やっぱテスラだけ買うとか、ね、マイクロソフトだけ買うっていうなると、まあその一企業単位で見るとね、まあどうなるか分かんないじゃないですか。まあ何かしらなんかサービスに不具合が出た途端に株価急落とかね、まあ今もなんか半導体入手するの大変だみたいな話もあるし、それがね滞った時にどうなるかとかもあるしね、どこか一社にかけるっていうほどでもないかね、そのここまでがリスク取りたくないなっていう人には、やっぱりこの ETF という形で、広く分散され、かつ、まあ、それ、かつね、さっきみたいにいいパフォーマンスを出しているっていうところをね、まあ、ね、そこにはリスクをかけて、やっていきたい。しかも、経費率は 0.2%。これならね、余裕で売買益で、こんぐらいの経費は回収できそうだなっていうレベルぐらい低いです。よほどだってこれぐらいのパフォーマンス出してるんだったら、全然経費率 1% とかね、取られたって全然余裕な感じがしますけど、まあ、0.2% なんてまあほぼないようなものっていう考えることもできますし、ということで、まあ、ここは全然迷いはなく、経費率に関しては受け入れられたという感じですね。はい。で、しかも僕の場合はボーナスのっていう、まあ、余剰資金ですね、これが入ってきたので、まあ、普段の生活費は普通の給与から賄えてる。のでボーナスは特に何か生活に費として使うわけではないのっていうお金で、まあ、最悪ね、まあ、ゼロになるのは絶対嫌だけど、まあ、最悪それを失っても僕の生活人生にはまあそんなに影響はないというものに対して、まあ、多少はリスクを取りたいというね、そういう思惑から、まあ、これらの思惑があって、まあ、999っていう銘柄を選んでみましたということですね。はい。じゃあ、次はこの999を100万円分ね、一括投資してみた時の、この SBI 証券の、ね、画面を見ながらちょっとね、考えてみましょうか。考えてみましょうかっていうか、追って、僕のこのね、発注した時のドキドキ感を一緒に味わってもらえればいいと思うんですけど、まあ、この SBI 証券の外貨建て商品取引サイトっていうところに行ってほしいんですね。で、まあ、検索窓で、この999って検索してもらえれば、このインベスコ999トラストシリーズ1っていうのが出てきますので、この画面で、まあ、注文入力の買い付け画面に行ってもらって、で、株数、僕は25株にしましたね。はい。
で、これで、まあ、差し値でもいいんですけどね。差し値だと、まあ、一株いくらの時に買う、実行するっていうことが可能ですけど、僕は成り行きで、そのまま、買いました。差し値にするとね、最悪、ずっと買えないってこともあるので、このままね、なんかどんどん上がりきっちゃっていくと、設定した、ね、値にまで落ちていかないってこともあり得るので、もう成り行きで買っちゃいました。で、僕は特定預かりにしといて、で、外貨をね、すでに持って、ドルで、持ってたんで、これで決済しますと。で、パスワード入力してもらって、注文確認画面っていくと、こんな感じになって、25株ですね。で、現在ですが386ドルなんですが、まあ、変動する可能性も全然ありますよと。で、見込み価格、見積もり価格っていうところで、ちょっと高めに、こんぐらいかかるかもよっていうので、1株あたり397ドルぐらいで、ね、決まるかもよっていう概算が出ますね。はい。で、概算の約定代金が、まあ、25株なんで、9942ドル。になりますよと。で、手数料は20ドルかかりますよって、これはね、大体、大体ですけど、50万円分くらいだったっけな、を買うと、まあ、上限値まで来るので、手数料ね、20ドルは絶対かかりますよ。で、消費税もかかりますよっていうことで、まあ、この22ドルの手数料は、まあ、どうしてもかかってしまいますよということですね。もうちょっと、一括購入する額が小さいと、それに合わせて、ちょっと概算手数料ってのかかってきますけども、まあ、大きな額を買うんだったら、まあ、この22ドルは固定でかかってくるって考えれば OK です。で、概算受け渡し金額が、9964.3ドルくらいで、ということになりますよと。で、あなたの買い付け余力はちゃんと足りてますねってことを確認して、注文発注をしますというところをやりました。はい。で、ここまでやると、買い付けが実行されて、無事購入が完了しました。結局387.43ドルで買えて、まあ、平均の約定価格が 386.58 ドルということですね。約定単価が5くらい。で、買うことができましたということですね。で、合計 9686.5 ドルというお買い上げです。ということでね、まあ今、まあドル、今ドル円レートが、まあ、110円ぐらいかな。まあ110何円ってなることがある。まだ大体100万円、106万円分ぐらいかな。正確に言うとね、まあきっちり100万円っていうのはちょっと買えなかったんでしょうがないんですけど、大体、100万円分ぐらいを一括で購入することができました。パチパチパチということでね。まあ、ちょっとボーナスはまだ出てないんだけど、まあ、先取りってことでね。まあ、ドルは溜まってたんで、買うことができました。はい。ということです。ということでね、まあ、今後、おそらく一月ごとに、経過を見たいと思ってまして、100万円一括購入した、その後どうなったかっていうね、このちょっと気になるところだと思いますので、その動画を、毎月出していければいいかなというふうに思っておりますので、ぜひね、今後も、このチャンネルを追いかけていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。で、僕のね、実際の投資スタンス、まあ、今回は、一括で100万円っていうのを買いましたけど、普段はどういうことをしているかっていうと、こちらですね。まず、イデコの制度を使ってます。まあ、特に、老後資金を貯めたいとかいう目的がはっきりしている方だったら、まずはイデコから考えればいいと思います。まあ、イデコでインデックスファンドですね、積み立ててます。で、クレカ積み立ても利用してますね。今、いろんなところでクレカ積み立てできます。楽天カードで楽天証券でね、積み立てできるし、SBI 証券だったら三井住友カードでできますね。で、僕は使ってないんですけど、マネックスとか、でも使えるっていうね、噂、これから始まるのかな、ちょっとわかんないけど、そこら辺もあるみたいですので、ね、ぜひクレジットカードで積み立てをすれば、クレジットカードの、ね、ポイントが貯まったりしますので、そのポイントを貯めつつね、インデックスファンドを積み立てるとかいうことですね。ね、で、NISA 口座は僕を使ってまして、そこで VYM などの高配当株 ETF を積み立ててます。僕は積み立て NISA じゃなくて、普通のNISA ですね。を使ってますね。で、VIM って高配当株ですね。を予算集めた ETF を積み立ててます。で、さらにジュニア NISA。子供2人いて、2人ともジュニア NISA の口座を開いてます。こっちではもう完全に S&P500 を積み立ててますね。で、これらの合計ですでに月40万ぐらいを投資していますね。
結構長くなってます。でもこれはまあ普段のね、あの生活給与とか副収入とかから出してるんで、給与のボーナスが入った時は一括投資、だいたい100万円ぐらいをぶち込んでるみたいな感じで投資を楽しんでおります。普段ねこうやってインデックスとかばっかり投資してるとちょっと刺激がないんですよね。もう自動的に積み立てたりしてるもんだから、自分で買うっていうドキドキ感もないし、っていうのもあるから、このボーナスが入った時ね、こう100万円もポチるっていうね。で、100万円ポチることってなかなかないじゃないですか。こういうね、刺激があると、なんかワクワクしますよね。投資楽しいなって気持ちが、まあ、こう、ふつふつと蘇るというかね、そんな楽しい思いがあるので、まあ、ちょっと今回の動画はちょっと僕、興奮気味で喋ってるような感じがしますけどね。っていう感じになってますね。はい。で、最後に僕の全資産ポートフォリオ。これは別の動画で詳しく解説してるんだけど、2021年10月30日月末時点では、まあ、仮想通貨の伸びとかもあってね、資産4300万円超えまで生きてますということで、これがもうちょっとどんどん増えていってね、資産が7000万から1億ぐらいになってくれば、僕はファイヤーとかを確実に目指せる領域にまで行くなというふうに思っています。まあ今はまあそれ、ファイヤーまあできてもできなくてもどっちでもいいかなってぐらいの、割と心は安定してきたので、そんな焦ってはいないんですけど、まあそういう目標を持ちつつね、投資していくと、まあ継続できるし楽しいかなというふうに思っています。で、動画の途中で説明してた、SBI 証券で ETF を自動積み立てするには、こうやって資金移動のね、スキームを作っておくと便利ですね。外貨積み立て、SBI ネット銀行でやって、手数料無料で移動させて、SBI 証券でドルで買うっていうのが、まあ、安く ETF、米国株とかね、米国株 ETF と買う手段となりますので、ぜひね、これを身につければいいかなと思います。はい。こんな感じで僕はお金の知識を伝えていきます。100年健康に生きるためにね、お金の問題をまあ自分の中でうまく紹介して解決できれば、心に余裕を持って長生きできるかなと思っています。人生100年時代ですからね、ぜひ、まあね、人生の問題は一つ一つ解決していって、まあ、気楽に人生だらだらね、楽しく生きていければいいかなっていうね、そんな思いを僕は動画に伝えていきます。まあ、この動画ね、楽しいなと思ったら、グッドボタンとか押してもらえるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。